霧が濃い。空洞の規模もつかめないな。これは操作ができるのか。想像以上に視界が悪い。このランタン、誰かの探索の跡か。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。常に互いの位置を確認しておく必要がある。ここから登れそうだな。ここは早めに抜けてしまいたい。どうだ、いいものだったか。さすがだな。頼りにしてるぞ。
で迷いの森だな。高台から周囲の様子が分かれば。近くに敵だ。気をつけろ。ダメだ、リキ。外に出たのはいいけど、ロストの数が貴重だな。この炎、目印になりそうだ。兵所を抜けたか。どうだ、いいものだったか。少し待ってくれ。あれだけ見えた毒を見られるんだ。聞いてたてらを見せろ。それは ここは早めに抜けてしまいたいな。この高台、さっきも来たな。
重な物資だ。ありがたくもらおう。それは。移動しづらいな。いい感じだ。ここは早めに抜けてしまいたいな。すまない、今行く。またここに戻ってきたか。移動しづらいな。貴重な物資だ。
ありがたくもらおう。すまない、今行く。ここは早めに抜けてしまいたいな。少し待ってくる。足元には気をつける。今行く。足元には気をつける。今行く。またここに戻ってきたか。移動しづらいな。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。なんだこの場所では。期待以上。ここは早めに抜けてしまいたいな。この場所では不利だな。これなら大切な仲間なんだ。
しづらいな。すまない、今行く。移動しづらいな。少し待ってくれ。ここは早めに抜けてしまいたいな。すまない、今行く。ここは早めに抜けてしまいたいな。少し待ってくれ。常に互いの位置を確認しておく必要がある。今行く。移動しづらいな。今行く。しづらいな。すまない、今行く。ここは早めに抜けてしまいたいな。Thank you.
この場所では不利だな。大砲火の化け物に食い殺された俺たち。やるな。よし、宿り木に着いた。はあ、正気かよ、ヤクナ。よし、ここから泉の流れをたどる。少し待っていてくれ。どういうことだ。旧市街地に戻れということだろう。何か見落としがあったのかもしれない。とにかく一旦旧市街地に。ヤクモ！女一人でケツ類狩りか。殊勝なことだ。私だって手荒な真似はしたくないの。おとなしくケツ類を渡してくれる。嫌だと言ったら奪い取るだけ。遅いな。子供？ミアから離れろ。ニコラ、どうして出てきたのよ。だってミアが暴走しかけてる。血類を狙ったのはその子のためか。この子に手を出して心臓をえぐり取るわよ。ほら受け取れ。そいつのためだ。早く飲ませてやれよ。ダメだよ、これはミアが飲まないと。バカなこと言わないで。ほら早く飲んで。症状が回復しない。なぜだ。足りないのよ、きっと。もっと血類を集めないと。おい、お前一人じゃ無理だ。ありがとう。でも大丈夫だから。さあ行こう。なあ、悪いんだけどよ。ああ、分かっている。おうぞ。
このレバー、お前も気がついたか。見ろ、水位が下がっている。ここは早めに抜けてしまいたいな。足元には気をつける。移動しづらいな。どうだ、いいものだったか。ようやく走りやすくなったか。どうやら強敵のようだ。これでだいぶ戦いやすくなるな。水が引いた。足元が見えるな。
貴重な物資だ。ありがたくもらおう。鍵か。探そう。気をつけろ。手強そうだ。これなら。何か。これは役立ちそうだ。やっと開けられたな。今向こうにさっきの女がいたような。気のせいか、弟の姿が見えなかった。まさかはぐれたか。もしそうだとしたら、あの子が危険だ。こっちも探してみよう。遠くにロス。そうか、おい、手当たり次第に食い散らかしやがって。水位が低い分歩きやすい。両側に落ちないから。いいものだったか。一体何が。移動しづらいな。
まない。今行く。疲れたと思ったらいつ戻ってもいいからな。どうだ、俺との探索は慣れたか。早めに抜けてしまいたいな。少し待ってくれ。いいものだったか。やか、てめえだな。俺たちの商売を。
ストを見つけた。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。何が？貴重な物資だ。ありがたくもらおう。どうも方向がつかみにくいな。崖際を避ければ安全なはずだ。しづらいな。ニコラ、なぜ？ごめん。安心しろ。ひと月で終わらせる。待って、ニコラ！今の声は。急ぐぞ。
今行く。やっと見つけたか。早めに逃げてしまいたいな。すまない、今行く。ここは早めに抜けてしまいたいな。あれは海底油田の採掘施設か。来やがった。この灰はあの子の。何か来る。足を締めなよ。
ミア、行ってくるね。すまないが、時間だ。あんまり寝坊しちゃダメだよ。二度と外には出られなくなる。本当にいいのか。うん、ミアは僕が守るから。敬意を払おう。お前はその覚悟。雪の降る山、ここに何が。一緒にいたのは間違いなくあの男だよな。二人は知り合いだったのか。どうなってんだ一体。あの光景は一体。まずい、ロストが始まりやがった。早く血流を。よし、収まったら一度拠点に。ニコラ、そこにいるの。行ってくるね。待って、私も一緒に行くから。あんまり寝坊しちゃダメだよ。ミアは僕が守るから。待って、ニコラ。
でも今のは。しかしどうなってんだ、肝心の地脈がどこもかしこも旧市街地に流れてるなんて。少なくとも源流への鍵は旧市街地にある。それは間違いないだろう。けどよ、行けるところは全部。いいえ、まだあるわ。旧市街地に女神像があるのは知ってる？あれにちょっとした仕掛けがあるの。なるほど、そういうことか。お前もう歩き回って平気なのか？もう大丈夫。迷惑をかけてしまってごめんなさい。何かお返しができればいいんだけど。今の情報で十分すぎるくらいだ。あなたたちにお願いがあるの。ここに行く方法を教えてほしい。埋め合わせは必ずする。お願い、どうしてもここに行かなければいけないの。教えてやりたいのは山々なんだけどな。具体的な道筋はまだわからない。正気に閉ざされた先にあるというくらいしか。そう、ごめんなさい、急に変なこと。方法がないわけじゃないぜ。こいつのおかげで俺たちは正気の先に進むことができる。一緒に探索を続けていけば雪の降る山に続く道を見つけられるはずだ。まずは俺たちの目的に協力してもらうことにはなるけどな。どんなことでも協力するわ。それで、あの場所に行けるなら。交渉成立だ。よろしく頼む。こちらこそ。よし、これで決まりだな。今日からお前は俺たちの仲間だ。仲間？俺はヤクモ。こっちの偉そうなのがルイでもって。あれ、村雨とイオはどこ行った？君さえ良ければの話だが。ありがとう。そういえばまだ名前を聞いていなかったな。ミア・カルンシュタイン。戦う力はそれなりにあるつもり。ああ、ヤクモへの一撃は見事だったな。まったくだ、ひどい目にあったぜ。よろしくな、ミア。
全員分の装備しっかりメンテナンスしといたよ。サンキュー村雨、いつも無茶言って悪いな。今度こそ血類の源流が見つかるかもしれないんでしょ。王国楽しみにしてるよ。これだけの品揃え、あなたが一人で集めたの？あ、元気になったんだ。あなたのこと気になってたんだ。多分同い年くらい？よかったら友達になろうよ。ああ、そういうやつなんだ。適当に流してくれればいい。こらこら、イオちゃんには必要ないでしょ。怪我すると危ないんだから。そうそう、むやみに戦場に出るもんじゃないぜ。家で待っててくれる仲間がいる。それだけでもこっちは嬉しいもんだ。ヤクモが悲しい目をしています。ああもう二人してそんな目で見るな。大した話じゃない。大事な仲間、家族みたいな奴らだ。大崩壊で散り散りになって以来、どこにいるか生きているかどうかもわからないが、ずっと探してる。知らない場所へ行くたびに。何にしても俺は恵まれてる。俺がレヴナントとして目覚めた時、ひどい拒絶反応が出てな。ロストになりかけて地獄行きは目前。そんな俺を引き取って看病してくれたのがあいつらだ。まったく物好きもいたもんだ。俺はどんなことがあったってあいつらを守る。俺にとって仲間ってのはそういうもんなんだ。まあ今は面倒を見るやつが3人も増えちまったから大変だけどな。ほら、だからもう心配すんな。へえ、珍しくご機嫌じゃないか。俺のことか。あんたいつも死んだ魚みたいな目してたからね。今の方がよっぽど生きてるって感じがするよ。よかったじゃないか、いい仲間に巡り会えて。いい仲間か。なあ、そうだな。皆さん、もうお休みになられたようです。どこか明るくなったような気がします。空気がというのでしょうか。ここに初めて来た時よりもずっと、どんな困難に阻まれてもあなたにはそれを乗り越えていく力があるようです。不思議な人ですね、あなたは。最近わからないことがあるのです。私も皆さんと同じように、叶うことならばいつもあなたと共にいたい。
あなたと一緒に何かを変えていきたい、そんな風に思うことがあるのです。でもそれは無理なこと。戦う力を持たない私ではあなたを危険にさらしてしまう。私は私がやるべきことをやるべきままに、そうするべきだと思っています。でもわからないのです。体の内側からこみ上げてくるようなこの不思議な気持ちが一体何なのか。どうなのでしょう。わかりません。何かに突き動かされるようなこの気持ちは